お話少し伺えたりします。そうですね。これ聞いた方がいいですか。あ、どっちも大丈夫です。どっちでもいい。いいです、いいです。あ、そうですか。でもあれですよね、いつも YouTube ライブで配信しながら活動されてますよね。いいですよ。あ、いいですか。全然いい。300万円貯めるって23歳から。それは何かきっかけがあったんですか。きっかけというか、まあそのまあ、今後この若いうちに何かしら挑戦しようとは思ってたんですよ、うん、それは出馬かもしれないし、うん、起業かもしれないし、うん、独立かもしれない、うん、でも何かに挑戦する覚悟はあったんで、うん、お金は絶対貯めとかなきゃいけないっていう思いはあったんですよ、うん、なんでその300万円貯めるために例えば娯楽的なお酒であったり、うん、外食であったり、うん、まあ、ゲームとか趣味なんですけど、それも全部我慢して必死に貯めたお金です。我慢した。我慢した。でも目標は300万円だったんですか。目標っていうのは。目標というか貯める目標。貯める目標は400万を目標にしてた感じです、ね。うんうん。で内訳的には600、700ぐらいまでは貯まった感じです。600、700は貯められた。られた。られた。でその起業でもなく、うんうん、選挙に。選挙に。これはなぜ。企業じゃなくて選挙だった。選挙に出た理由なんですけども、はい、その、まあ、そもそも小学生ぐらいの時からかなり違和感を感じてたんです、はい、うん、でどういう違和感かっていうと、例えば、まあ、小学生の時に今小学生当時に今憲法改正が起きて、うん、戦争が合法化されるような、うん、なんか合法化されて戦争が仮に起きたとした時に、うん、まあ、1年2年とかで戦争が止むことってないんですよ、うん、で10年ぐらいもし仮に起きたとしたら自分も被害者になる、被害者というか兵隊に出なきゃいけなくなると、うん、でその時自分自身が選挙権を持った時には、うん、もうどうしようもできないぐらい国が傾くって言いますか、うん、衰退するもそうですし、そうなるんじゃないかという危機感をずっと持ってたんですよ、うん、はい、でそれに対して変えなきゃいけないなっていう思いはふわふわしてあったんですよね、うんうん、でそんな中でものすごいきっかけっていうのがあったんですけど、はい、まあ、私自身が今年の2月ぐらいに、はい、2月じゃない、6月か6月か6月、2月に今の結婚した妻と出会って、ご結婚、あ、今年されたんですか。今年の、そう、今年結婚したんですけど、はい、2月に今の妻と出会ったんですよ、はい、で、6月に、まあ、スピード婚じゃないですけど結婚を入れしていただいて、うんうん、で、8月に実家に連れて帰ったんですよ、妻、はいはい、でやっぱりこのいろいろ報道される中でもうじき衆議院選挙があるかもしれないと、うん、自民党の総裁選があるから、うん、その後あるかもしれないと、うん、やっぱ問題があるし、で自分自身26歳だから、はい、挑戦できると、挑戦したいなって思い始めて、うん、でそれを家族に言ったんですよ、はい、帰った時に、はい、いや出たいなと、はい、政治家になりたいと、うん、出馬したい、どうなるか分かんないけど、はい、結果さというか出馬したいなって言った時に家族全員で反対したんですよ、はい、身内もみんな反対して、うん、何言ってんだと、お前な何を言ってんだと、うん、無責任なこと言うなと、うん、結婚して早々に何言ってんだと、うん、もう何か後ろ盾があるわけでもないし、うん、何言ってんだってものすごい反対したんです、うん、そんな中で妻だけが、うん、やらせたらいいじゃないですかと、お、みんないる前でやらせたらいい、私はもう貧乏になってもいいと、うん、彼がやりたいようにやらせましょうと言った途端に、うん、この今まで反対だった全員がもう手のひら返したように、そこまで言わせる男ならやらせてみようかと、ただお金とかは工面はできないと、自分で稼いだお金でやりなさいって言われて、よしもうやるしかないと、そう思った1週間後、次の週にはもう会社に退職届出してもう辞めますと、休みじゃなくて、休みじゃない、もう辞めてるんですよ実は。9月に辞められたって、9月に退職届出して、はい、でまあ、引き継ぎ等もあるので、はい、9月30に最終出勤をしたんですけど、はい、その後に今はちょっと有給休暇として在籍はしてるけど、ただもう退職届は受理されてる、受理されてるんで戻れないっていう状況ではあるんですよ、うん、でまさかね、こんな石破さんになった時に、はい、11月頃だろうと思ってたんで、うん、
まさか10月中はになるとは思ってなかったので、うん、まあ、有給はもう取るべきだと、うん、あるなら当然取るべきだと思ってやったら、はい、まさかの小泉さんが指定する日よりももっと早い15日に始まるか、はい、みたいな、はい、ところでそのこんな感じになった。だからなんだ、調べてもらうと会社員みたいな表記にはなってるんですけども、はい、実際は辞めてます、うん、なのであの排水の陣じゃないですけどもうない状況ですよね。うん、いやすごい決断だと思うんですけど、でもその今お話になったその例えば外国の方がその土地を買うっていうことに対して法規制があまりないっていうことは、まあ、他の政党でも言ってるところがあるじゃないですか。なぜ無所属なんですか。なぜ無所属か、ええ、まあ、それすごい重要なことなんですけど、はい、あの政党に入るとやっぱり信念って言いますか、うん、自分の考えを曲げざるを得ない場面が絶対出てくると、うん、でそれは、まあ、当然、ね、政党で一部一部部分部分は合っているところ、はい、同じものもあるかもしれないけど、うん、全部が全部合うことってなかなかないと思うんですよ、はい、で、まあ、その一部一部は同じでもその違うなと、自分はこれ違うよなと思ったところに対して、うん、それをやっぱ発信しなきゃいけないですよね、うん、嘘、本音は違うのにそうしなければならないっていうのは、自分はそれ政治家というか、うん、そういうことをする人間ってどうなのと、本当っていうのが本音なんですよ、うん、で自分の性格的にそれはできないんで、うん、やっぱり違うと思ったら違うと言いたいし、うん、っていうところからあの無所属になってる感じです、うん。例えば自分で政治団体を作ったりとかっていうことで仲間に賛同してもらうとかっていうことは考えなかったんですか。今のところは考えてないです。今回の選挙でどういう結果になるか次第では、ええ、もしかしたらあの政治団体政党を作るっていう考えもできなくはないです。まあどれだけ受け入れられるかが勝負かなと思います、うんうん。でもやっぱりこう継続的に、まあ、危機感をずっと抱いておられて、はい、継続的にやっていくにはやっぱり一人でやることの限界っていうのもありそうな感じなんですけども、はい、そこはあんまり考えないですか。まあ、継続的なところで言えばそうなんですよね。その一人でできるところの限界は確かにあって、うん、いやもう一人でやれることのメリットもたくさんあると思います。メリットはあるけども、はい、まあ、限界確かにあるんですけども、そこは一旦今のところ考えずに一人でどこまでできるかの方どれを見たいというか、うん、知りたいという思いでやってる感じです、うん。選挙運動はもう完全にお一人。お一人です。一人です、うん、なので、うん、この、まあ、今ライブ配信見てる方いると思うんですけど、はい、このカメラの後ろに誰かいて、はいはい、支援者がいるとかは全くない通り、はい、本当に一人で全部やってる、うん、なのでポスターも一人で貼ってるという状況だ。今何枚ぐらい貼れましたか。もう全部貼ったんで433枚かな。あ、選挙区内433枚全部貼った。全部ありました。お一人で、一人でこの自転車で、普通自転車で何日ぐらいかかりました。4日かかってます。あ、でも4日でお一人で全部貼った、はい、そう。誰か手伝ってくれたりはしてないんですか。1枚ぐらい。いや、やりたいみたいな人はいたんですけど、やっぱここまで来ると一人でやりきった方がいいかなという思いで、うん、それよりもあのポスター貼るよりも自分を拡散してほしいで、こういうことやってる人っていうのを一人でも多くの人に拡散してもらった方が自分としてはメリットが高いで、うん、そういう思いで、うんうん、日々の活動っていうのは、まあ、街頭演説を1日2回ぐらい、まあ、1、2回ですね、1、2回やってそれ以外はこの自転車で、うん、で挨拶回りです。挨拶回り、ひたすらこんにちは、選挙区内をこの自転車に乗りながら、こんにちはお疲れ様を言い続けると、うん、結局知ってもらわないといけないんで、はい、うん、接点が多い方がいいんですよね、うん、で例えば街頭演説ここでやったとしても、はい、見てもらえる、ま、最大で見積もっても100、200が限界だと思うんですよ。ただ、ま、なんだろう、自転車を漕いで走り回っていれば、うん、もっとあの会える、接せられる数は多いと思います。反応とかはいかがですか、有権者の方の。中野区の人やっぱり優しいです。優しい、杉並区優しいです。優しい、うん、本音言います。一回も罵倒されてないです。お、罵倒というと、いや石倉なんかに入れねえぞという言葉は一回も聞いてない、うん、みんな応援しますと、うん、まあ、若いし、まあ、確かにね、あの政策一個一個で見ていけば、いや違う
というところもあるかもしれないっていう指摘はいただいてるんですけど、うん、ただ26歳で一人で頑張ってるっていうところに対して、そこはもう偉いと、うん、そこ皆さんも本当に認めてくださってる方が多いんで、うんうん、本当ありがたいですよ、うん、あのお連れパートナーの方は、まあ、あの出たらいいじゃないって言ってくださって、うん、ああそのポスターを例えば貼ってくれたりとかっていうことはなく、普段の普段通りの生活を普段通りの生活をしてもらったんです。なぜかというとマスコミとかに出演してほしくないんで、うん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 、まあ、妻は妻で一般的な職業をしてるんで、はい、あじゃあお勤めしながら今も仕事をしてるんですよね。今も仕事してる仕事してるだから、ね、じゃあお互い行ってらっしゃいっていう感じで別々の活動というかお仕事と、選挙運動をされてるっていうことです。一日でもまあ夜、うん、ご自宅に戻られて その日のこうそうコミュニケーションは当然取るんですけど、いやこういう人がいたとか、はい、いやみんな優しいみたいな話は、うん、話はねしてました、うんうん。どうですか、もう選挙戦後半戦に入ってきましたけれども、うんうんはいはい、選挙はやっぱり出てよかったですか。いや出てよかったと思いますよ。どんなところか。どんなところか、うん、私自身ねあの掲げてる、まあ、ホームページ見てもらうと分かるんですけども、はい、なかなか他の人が言わないような、うん、斬新な考え方の方が多いと思うんで、うんまあ、若者が戦争を止めるべきだっていう、ね、聞いたことないと思うんですよ、うん、多分世界でも自分が初めてだと思うんで、うん、そういった意見が受け入れられないと思ってたんですよね、うん、もう笑われて石投げられるぐらいに思ってたんですけど、うん、意外と言ってみると、うん、頑張れって言ってくれる人もいるんで、うん、あなかなか自分自身の考えっていうのは自信を持っていいんだなということはすごい分かって、うん、よかったですよね、うん、すごい励みになりました、うん、もう一つは、被選挙権の引き下げ、うん引き下げじゃなくて非選挙権、はいはい、非選挙あの立候補する権利のことについても、うんうん、あの選挙公報に書いてありませんでしたっけ。非選挙権じゃなかった。選挙権あ投票する方の権利、うん、投票する側、それを18歳とかじゃなくて、うんうんうん、完全にゼロにしてる、完全に撤廃しているっていうことですね。12歳でも4歳でも5歳でも投票したいと思った人は、うん投票できるっていう、このアイデアはなかなか斬新だと思いますね。斬新で、ええまあ、多分これ、まあ、聞いてる方もそうですし、はい、いろんなあの賛否両論あると思うんですけど、はい、これは私自身が本当に、まあ、体験したことで、うん、小学生の時に思ったことなんで、はい、投票したいと思ったってことです。投票したいけど投票できない、それにうずうずしてる学生の方多分絶対いると思うんですよ。でそういった人たちに対して、うんまあ、救いじゃないですけどそういう考え方もあると、うん、で必要なのはそれが正しい正しくないっていう決めつけじゃなくて、うん、その議論を巻き起こすことだと思ってるので、うん、そういう意味では発信すべきだと思ってます、うんまあ、確かに、まあ、それはそのなんだろう小学生とか、ね、幼稚園とかがそこを判断できるのとかいろんな意見あると思いますけども、うん、そこはさておきとして、うんまずはですね、議題を上げることが重要かなと思ってます、うんうん、やっぱり堂々と皆さん選挙に出て皆さんの前にそのご自身の主張というか考え方を見てもらうっていうのは今のところ成功してるわけですか。成功してるんじゃないですかね。もっと批判があると思ってた。もっと批判があると思う。でも相手にされないと思う。でも今実際やってみるとそんなことはなかった。そんなことはないですよね。コメントでも頑張れみたいな、うんあのまあ、どれぐらいの人数いるかは全然把握はできてないんですけども、うん、一部でも頑張ってほしいという意見はあるんで、うん、もうそれは出てよかったなと思ってます、うんうん、そうですか。辛いことはないですか。辛いことだらけですよね例えば一日の中でもこうやっぱこう波があるんですよ。どうしても、うん、一人でやってるんで、はい、それはあの自転車こいで挨拶したからといって、ええ、全員が全員ねポジティブな反応するわけじゃなくて、うん、当然無視する方ってのもいるじゃないですか、はい、やっぱりそういうのが続いたりすると、ええ、やっぱ心にきますよね。うわ俺がこれやってるの本当に意味あるのかみたいなところもあるに思うこともやっぱり一日の中では中ではあるだ。当然そんな中でも頑張ってって言われたらよし頑張ろうってそういう波はやっぱありますね。うん
どうしても一人なんで、うん、ここで例えば言った後に、はい、頑張ってねみたいな支援者じゃないですけど、はい、その周りの人がいたりするとそこで励みになったりするのかもしれないですけど、うん、そういうのがいないんで、いない、あ、その支援者、ああそのあの取り巻きっていうんですか、安定してこう励ましてくれる人が、いるわけじゃないんで、うん、そういったところはやっぱありますよね、うん、でもお連れ合いの方、パートナーの方は、うん、やっぱり私もちょっと応援しようかとかっておっしゃったりしないんですか？ありますよ。え？あります。当然ありますよ。で、やっぱりね、あの 1,2 回は見たいと、なんとか言っても、演説は見たいからってことで、あの先週じゃない土曜日には、はい、あの見に来て、見に来て、うん、すごいなと、全然家の顔と違うなみたいな。お家だとのほほんとしてゲームしてるような、ゲームしてるそう、外に出て石倉さんはかっこいいとすると、ね、もうみたいな、政治家の石倉浩二の、政治家になろうとする石倉浩二を初めて見たなみたいな感じで、うん、なんか喜んでました。喜んでました。なんと素晴らしい、はい、じゃあ、 あの普通にこう聞いてる人として見ておられたってことですか？そうです。一緒に何か するとかっていうことではなくて、本当にただそばで、うん、まあ、一人の、うん、視聴者って言いますか、うん、一人の視聴者として見てたという感じで、うん、だから何かスピーカーを入れたりとかすらもやってないです、うん、でもあの初めての選挙でここまで、はい、まあ、スピーカーを準備したりポスターを全部貼れたり、活動ができてるっていう方って実はそんなに多くないと思うんですよ、うん、まあそうだと思う、ね、そうだと思う。これすごいことなんですけど、なんかでも選挙のお手伝いっていうのも本格的にしたことはなくて、本格的にはないですね。でもよくここまでできましたね。めちゃくちゃ本読んでるんですよ。あ、めちゃくちゃ本は読んだ。めちゃくちゃ本読んでます。選挙の準備とか選挙の準備用の本何冊読んだかなってレベルで、うん、でネットであったりもちゃんと調べたりしてる、はい、うん、で、まあ、不安だったりするとその都度選挙管理委員会であったり、はいはい、警察のところに自分がちゃんと一人出向いて、うん、まあ、他の人だとね、うん、秘書とか、ね、まあ、そうですね、が行かせるんですけど、自分がちゃんとね、はい、安心するためにちゃんと自分から動いてやってる感じ、うんうん、すごい、はい、すごいです。でもそれその、まあ、この気持ちの浮き沈みがあったり、はい、こう一人で全部やらなきゃいけないということで大変だったりすると思うんですけど、はい、その時、まあ、くじけそうになった時に、うん、何が支えてますか、石倉さん。くじけそうになった時に何が支えてるか、あの、まあ、一般的にはこの動画見てもらってる、はい、まあ、基本的にライブ配信をしてるんですけど、はいはい、そこでコメントいただいたりするとやっぱ嬉しいですよね、はい、うん、あ、もうちょっと一歩でもやるか、一こぎでも二こぎでもやろうかなっていう気持ちにはなります、うんうんうん、いや、上がりました。はい、これ仮に選挙の結果が出て、はいはいはい、当選したら当然政治家としての活動をされますけど、そうでなかった場合、そうでなかった場合なんですけど、これもうめちゃくちゃ正直なことを言うと、はい、供託金300万が戻ってくれば政治活動はできると思ってます、うんうん、戻ってこなければ、うん、あの石倉浩二郎の政治家としての人生はもしかしたら幕を閉める可能性もあるかもしれない。お金がないっていうのはそういうことなんで、その先の就職活動とかも今はされてないってことですよね。当然それは考える必要ないですよね、うん、負け戦に見えるかもしれないですけれども、うん、そう、負けた前提で行動するのはバカバカしいんで、はい、うん、当然勝つ前提で今後も行動していきたいと思います。わ、うん、かりました、はいはいはい、お忙しいところありがとうございます。ありがとうございます。頑張ってください、はい、大丈夫ですか？もう大丈夫です。大丈夫ですよ。全然大丈夫ですよ。あ、ライブ配信を見てくださってる方いらっしゃいますね。素晴らしい。いやいや、でもね、一番身近な方が理解してくださってすごくいいですね。本当に選挙出ようって、で出ますって言った人って大体身近な人に猛反対されて、だからあのご結婚の報告でね、あの皆さんに言った時に
周りの人が止めたのはすごく一般的な反応。そうなんですよね。ちゃんと本当に自分の将来のことを考えると、うん、まあ、なんだろう、不安だからこそなんでしょうね、うん、心配というか、うんうん、だからまあそれはその反対したのは反対したのでものすごいありがたいことではある、うん、思ってます。それはいいですね。でもこう挑戦するべきだっていう、まあ、この経験がなんだろう、ダメな方になることはないと思ってるんで、確実にプラスになると、うん、次のチャレンジじゃないですけど次のキャリアに、うん、まあ、必ずつながると私は思ってるんで、うん、まあやりきるだけだと思います、うん、すごいチャレンジだから党として応援させてくれっていうところが出てきたらちょっと揺れますか。これ揺れるかもしれないですけど、まあその状況次第ですよね、うん、その政党さんもそうですし、うん、ただ今の気持ち的には、うん、まあ、それは断ると、うん、思いでやろうかなと思ってます、うん、やっぱりね、一貫性がない人間っていうのはやっぱダサいって、うん、一貫性がある人間はかっこいいと思ってるから、うん、そこは貫くとは思うんですけど、うん、若い人たちの投票率ってすごく低いんですけど、そうですよ、どうしてだと思われます石倉さん。若い人の投票率が低い理由、うん、まあ、シンプルじゃないですかね。その出てる政治家が、うん、まあ、つまらないからじゃないですか、うん、単純に、うん、なんか面白い、なんか世の中がひっくり返すようなチャレンジをするような、うん、そんな発言をしている、まあ、誰も思いつかなかったようなことを発信するわけではなくて、うん、もうみんな誰でも議論できるような内容ばかりなんで、誰がやっても同じだよねってところには行きます、うん、そういう意味では自分自身は本当に政策いろいろホームページ見てもらうと上げてはいるんですけど、うん、本当に誰も言わないような内容を掲げているんで、うん、まあ他の人との差別化はそこかなと思ってます、うんうん、もうライブ配信はずっと回しっぱなし、ずっとかけてます。これなぜかというと、そのライブ配信かけてる理由としては、はい、まあそのみんなに見てもらうっていうのもそうなんですけど、はい、本当に一人でやってるんで、はい、何か暴力的なことをされたりとか、はいはい、まあ、誤信のためっていうのもありますよね。誤信が8割です私の場合、まあ、確かにそうです、ね、まあ、これ見て妻とか家族とかが、うん、本当に大丈夫かなと見てもらったりしてるんで、うん、なんかペットカメラみたいじゃないですか。そう、まあ、ペットカメラなんですこれ。ペットカメラみたいじゃないですか。ペットカメラ、家族が大丈夫かな、大丈夫かな、元気にしてるかな、ご飯食べてるかなっていう、ご飯食べてるかなとか、なんかこういうのね、例えばこれなくて、ツイッターとか適当に写真撮って、はい、こいつ不正してたとか言われたら、はい、それに対して反論する術ないんですよ、うん、人だ、本当に人だ。自分の証拠保全でもあり、誤信のためでもあり、でまあ、こうやってやってると見てる方もいるんで、はい、うん、まあ、誰かしらは反論してくれるだろうと、うん、まあまあ、この動画が収まってる時点で大丈夫だと思うんですけど、うんうんうん、座右の銘ってありますか。座右の銘、うん、まあ、そんな人どころに座ってる方じゃないと思うんですけど座右の銘なんですけど、無心を貫くと、もうこれをやり抜くと、今やってることを極めるということができた人間だけがその極地に立てるんだなって、うん、思って、それが無心の無心を極める、ど、あ、貫く、極める、どっち、極めるです。無心を極める。見てくださってる方はどうやって石倉さんにたどり着いたんでしょうね。わかんないですね。ツイッターも本当に動かしてないんで、もういきなり YouTube ライブが始まるっていう感じですよね。だゲリラ的なんですよ、うん、結局街頭演説も告知してるわけじゃない、はい、そうですよね。どこかでやるとか言うともっと人多分集まると思うんですけど、うん、そうじゃなくてやっぱりなんだろう、支援者とかがいない中でも一人でやりきると、うん、でその姿を見て、あ、こいつ頑張ってるなっていうのがやっぱね、うん、エゴかもしれないですけど、自分としてかっこいいなと、うん、貫いてます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ここまで来て。
じゃあすいません、ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ、はい、雨ですけど頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。失礼します。